わさつチャンネル始まりました。お疲れ様でした。はい、すごかった。すごかったね。すごかったっすね。ああ、最後のね、はい、天心たけるね、うん。やっぱりさ、俺の予想通りさ、この勝負のキーポイントなんて言ってたっけ俺。ジャブって確か。ジャブって言ってたでしょ。はい。言った通りじゃなかった。ジャブじゃなかった。天心めっちゃジャブ出てたもんね。はい。タケルジャブ出なかったもんね。はい。サウスポーに対して左のジャブが出るようになったら、はい、左のジャブが出るからいいんじゃなくて、左のジャブが当たるイコール勝手にね、体が動くんだよね。次の攻撃が。だから今回のキーポイントは本当に2人ともに言えること。なるほど。ジャブ。もうやっぱあれでこうまず最初ペース作っていってさ、うん、タケルもこう。入れないから強引にグワーッと大きなパンチ振っていってさ、はい、そこに見事に合わされたよね、うん、天心の左。そうですね。あ、その最初のダウン取られる前もさ、はい、結構強引にいってたんだよね、はい、あの強引な入り方良くないなと思ってたんだけどさ、うん、丁寧にやっぱ左をついていかないとやっぱああいう入り方になっちゃうんだよね。まあ天心の強さうまさが光ったね。まあ完封したって感じ。タケルの前に出るのをうまーくやっぱ右のジャブで、はい、こううまーくコントロールしたよね。あれは逆にタケル選手はジャブを出せなかったんですか。ね、そうだね。出せなかった。出せなかったから試合を作れなかった。天心はジャブが出せたから試合を作れたっていうことなんだよね。だと思うよ。そうだと思う。素人目にあと天心選手すごい早いなって感じたんですけど。ああ、それはいかがですか。まあ足がねやっぱ捕まえられなかったもんね、タケルはね、うんうん、まあ最後3ラウンド目1人が3ラウンド目だったかな、1人がタケルに10対9つけてたけど、はい、まあ俺はまあ全ラウンド通して天心がコントロールしてるなってイメージだったね、うんうん、ね、まあ、無敗でねボクシングにね、行くことになってね。この先もね、まだまだ23とかでしょ。そうですね。ね、どこまで行くか楽しみだよね。まあタケルはこれからちょっとどうするのか分かんないけどね。まあ、ちょっとのんびりしてね、考えた方がいいよね。でもまあタケル選手ずっと5年以上ですよね、うん、きっと、うん、熱望待望されてきてこの試合っていうのを、いやでも絶対この試合やってよかったと思うよ、うん、こういやもしこれやらないまま流れてさ、流れたらまあ決着はつかなかったけどさ、でもやったからこそこれだけの盛り上がりがあってさ、まあ、この聞く会が一つになってさ、はい、東京ドーム5万人だよ。そうですね、6万人近くって確か6万人か近くって言ったすごかったじゃん、あの入り方。はい、キックボクシングだよ、はい、すごいよ、うん、いやありえないくらいすごいこうさ、人がさあんだけ入ってるドームって俺初めて見たわ。マサトさん以来とかですか。いやいや、俺のあんな入ってるの見たことないよ。へ、うん、すごかった。大会自体は全体いかがでしたか。全体的に、うん、結構ライズ勢勝ったね。そうですね、うん、原口 vs 山崎もね、はい、原口の強さが光ったっていう試合だったよね。そうですね、めちゃくちゃ強かったです、うん、強かったね、はい、ちょっと山崎大振りになりすぎてたよね、うん、うん、ノイリはねこの試合めちゃくちゃいい試合だったけどね、すごい緊張感で。緊張感で、まあ、こうね、ノイリがあれだけこう、苦戦するの見たことないからね。まあ、やっぱカイトが強かったよ。あ、やっぱそういうことなんですか。めちゃくちゃ強いよ。だってノイリのさ、うん、ノイリがみんな前に出たら大体みんな下がるじゃん。はい、下がらされてコーナー詰まらされてパンチの連打でボディ打ってさ、効かされてパンチで倒されるパターンじゃない、うん、ローキックとかさ。うん、だけどこう、1ラウンドでさ、ノイリがパンチからボディ打ちに行った時にさ、もう最初の時そこからもうカイトがそのボディに合わせてカウンター打ったからね。うん、ボディ打つ時って必ずこう左
左ボディ打つとすれば左の顔が開くわけよ。なるほど。でここに入れに行ってたからね、はい、あこれ入れられたらもう、まあ、終わった後ノイルとも話したんだけど、はい、あのボディの時にカウンターあれもらったらもう次のボディ打てないわけよ。あそういうことなんだ、ね、また打ったらまた来るからさ。あ、うん、それ2回ぐらいあったんじゃないかな、うん、あこれはもう危ないなっていう。なるほど、うん、まあやっぱそこら辺。あとカイトのパンチの早かったよね、連打がね。すごかったっす、うん、まあノイルも早かったけど、はい、カイトもめちゃくちゃ早かったね、うん、あでもまあなんか素人目には僅差ですごいこれ判定つけるの難しそうだな、まあまあまあ、延長4ラウンドまでね、はい、行ってね、はい、お互い体も強いよね、うん、ノイリのローとかさあんだけ結構食らったじゃんカーフとか、はい、全然平気だったもんね。そうですね、うん、タフだね、うんうん、いやでもいい試合だったなあれも、うん、あと会場なんか盛り上がった試合とかはありました？前半戦の一番の盛り上がり、前半戦後半かな、ヤーマ芦澤喧嘩マッチ、やっぱり見ててもそうですけど、やっぱ会場でそうなの。解説一発目そこから入ったのよ、はい、解説より叫んだだけわーってさ、喧嘩マッチだけど、はい、本当に喧嘩マッチだったね。そうですね、うん、でも、はい、ヤーマン攻撃力強くいいよ。あ蹴りも強いしパンチも強いし、うんうん、あとはまあ足座がこう大きく振るところヤーマンコンパクトですかね。そうですね、冷静な、でコンパクトにってあれがやっぱりこうあれだけコンパクト、大振りとコンパクトだったらコンパクトの方が早いからね、うん、ヤーマン勝ったのはまあそういうことだよね。なるほどですね。でもあれまあエンターテイメントとしてはあの二人最高の盛り上げをね記者会見からずっとやっててさ、うん、演じてる部分ももちろんあるよね。なるほど、うん、あそうですよね、うん、盛り上げるのに、そう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 、うん、そういうのも見えてね、うん、まあ終わった後ね二人こうあれだったじゃん、ああいう感じじゃなかったじゃん。はい、なんか楽しそうに、もう楽しそうというか、まあ、お話ししてました、ね、もう一応終わったことなんで、はい、みたいなね、うん、まあそういう感じだったよね、うん、シャッタリは強かったねシャッタリのパワーは相変わらずやばかったね、はい、ね、秒殺って言って秒殺だったね、ですよね、はい、シャッタリは良かったな、うん、それにしてもあの入場、はい、すごかったね、すごかったっす。まずさ、まず会場に入った時のさ、はい、あの景色すごかったよ、はい、もう5万人のさお客さんが、はいはい、もうアリーナ、はい、アリーナっていうのあの下アリーナも満席で、もうあの席の座席、外野席とか、ね、外野席、はい、あそこもう上までびっしりだもん ね、 そうですね、今日長嶋一茂さんと話してたんだけどさ、はい、一茂さんも野球でもこんだけびっしり入ったの見たことないよって言ってたからね、うん、すごい興行だよね、ザ・マッチ、うん、伝説の興行だね。もっと派手な演出でしたね、派手だったね。まあでも今日は寝れないぞ俺。やっぱりですか。アドレナリン出るでしょこれ。もう僕も結構ギンギンになっちゃってますね。俺今日家出た何時だ。9時かな。朝ね見てましたよアベマで。朝9時半ぐらいに出てましたよ。9時だ9時。9時家出たの9時よ。はい。今10時40分じゃん。はい。13時間うん、疲れたけどね、はい、なんかすごい脱力感って感じ、うん、解説してる時もああいうの力入るもんですもん、入るもんですよね。めっちゃ入ったよ、うん、もう結局今回解説って4試合ぐらいしかしてないの、はい、で一番最初ヤバしたでしょ、これもほぼ解説してないから、はい、叫んだだけだから、はい、で次が、山崎、ね、これも早かったじゃん。結構そうですね、2ラウンドぐらいですか、うん、途中ぐらいですよね。2ラウンドだったかな、はい、うん、でね、あと次のノイリー、ノイリーカイト、うん、そうだね、ここはもう持てる力をフルに出したね。なるほど、うん、自分なりに、はい、うん、まあ確かに4試合でかなりパワー使ったかもしれない俺そこはだって普通メインになるようなカードですもんね、うん、全部大会の。いやしかもなんかすごいすごいこう緊迫感のある、はい、
いい試合だったからね、ノエリ戦も天心たける戦もね、まあ、まあね、キック界が一つになったね、日でしたね、今日はね、ザマッチ。改めて、まあ、天心選手、武井選手、うん、なんかまあ、2人になんかお話しすることはある。いや、まあ、とにかくもうね、まあ、2人、まあ、解説でも言ったんだけどさ、キック界の2人は宝じゃん。はい、だね、本当に、あの2人がね、いたからこそこんなにね、大きな興行ができたっていうね。まあ、本当とにかく、まあ、本当俺楽しい、本当楽しいんだからね、この半年。うん。まあ、本当にね、なんかこう、まあ、俺みたいな気持ちになってる人いっぱいいると思うよ。ね。まあ、勝った天心も。負けたタケルもね、本当にお疲れ様でしたっていう感じだね。うん、まあ、ちょっとね、二人ともちょっとゆっくりしてね、またこれからのことをね、しっかりやっていってほしいなっていうね、そんな気持ちですね。多分アメマのペーパービューどんくらい行ったんだろうね。ああ、それも楽しみだね、はい。まあでもやっぱね、これからね、格闘技界、キック界ね、注目されるやっぱ。カイトはね、これから世界の興行とね、あ、世界の強豪とね、うん、70キロで戦えるからね。うん、確かにそうですね。70キロといえばヤバいやつらいっぱいだからね。チンギス・アラゾフ、スーパーボン、グレゴリアン、カイトだったら結構いけんじゃん、あそこら辺と戦っても。それぐらい強い。強いよね。まあでもそういうの見てみたいね。なるほど。あとはやっぱサッタリッツすごいね、80キロな、85キロぐらいじゃない普段、はい、いやめちゃくちゃ強い階級だからね、うん、外国勢ね。そうっすよね、外国勢とやれば、うんうん、そこもね楽しみだよね。サッタリがここからこれからどうなっていくかっていうのもね、うん、そこをやっても強いんじゃない、サッタリは。あ、身体能力的に腰とかも重そうだしさ。そうですね、うん、あんだけ爆発力ある男になかなかこうね、はい、怖いんじゃない、総合でもっていう気するけどね。なるほど。まあ俺もすごい刺激もらったし、よし、また俺も頑張ろうかな。おね、はい、はい、これからもじゃあマサトチャンネル頑張っていきますか、イクちゃん。はい、お願いします。はい、ということで、まあ皆さんもね、格闘技のいろんなね刺激をもらってパワーをもらったと思うんでね、これをね、このパワーをですね、また明日の活力にして頑張っていきましょう。ということで、今日はマッチの感想を撮っていきました。ということで、皆さんまたお会いしましょう。さよなら。